89式 15cm カノンは、1920年代から30年代初期にかけて開発、採用された大日本帝国陸軍のカノン。俗称は89式 15cm カノン砲、シナ事変、ノモンハン事件、第二次世界大戦における帝国陸軍の主力銃カノンとして、主に軍司令部直轄の独立の証拠を冠する独立銃砲兵が運用した。 本法は、陸軍技術本部の新たな兵器研究方針の下1920年7月に研究が始まった。1922年10月に設計が完了し、陸軍重砲兵学校などにおける各種試験を経て1929年10月に89、式15センチメートルカノンとして、正式制定された。ただし制定後に法足を閉脚式から、 開脚式に改めるなど、大改修が行われており、これは1931年10月に終了した。改修を経て完成した第5号法は、機能良好と認められ、これに基づき政策、正式図も修正、1933年4月に改正制定された。中体複雑を備え、合計1 4 9 1ト、mm、ル 砲身長五千九百六十三ミリメートル、三層層、多が砲身で、空戦は、右方向に軽度な度で旋回。欠上空戦が四十条切られ、溝深さは一点五ミリメートルである。発射速度は、毎分約一発で、砲弾には、弾丸重量四十点六零キログラム、威力半径六十メートルの九十三式榴弾、および、弾丸重量四十点二零キログラム。 威力半径40メートルの93式戦鋭弾を、創薬には射距離によって1号創薬と2号創薬を使い分けた。最大射程は戦鋭弾と1号創薬を使用し18,100メートル。方向射界は広く左右40度であり、砲のカビを移動することなく後半の射撃正面幅を持つ。移動には、本砲を、方身車と方賀車に分け前車を付し、 それぞれ92式8トン牽引車により、常速度時速8キロメートルで牽引された。射撃には、この2車を結合して、法律姿勢を整える必要があり、これには2時間程度の時間を要していたため、1940年に、単車牽引式に改めた、姿勢走輪15センチメートルカノンを開発。これは、単八89式15センチメートルカノンとして、採用、整備された。 単車89式15センチメートルカノンの牽員には95式13トン牽員車が使用された。南京攻略戦において国民革命軍部隊のこもる南京城に対し、砲撃中の89式15センチメートルカノン初の実戦投入は市政法が従軍した常述の満州事変であり、改正制定後は大阪方平交渉で量産に移行。 引き続き市中戦争に投入された。1939年のノモンハン事件には、僕両へ砲兵連隊の本砲8門を含む80門強の数の重砲警報が投入され、ソ連同のお赤軍砲兵陣地に対し7月23日から翌24日至るまで、計2万8000発の砲撃を行ったものの、ノモンハンの地形上の制約などから、間接射撃において、 弾着観測を十分に行うことができず、また、赤軍の長射兵法と圧倒的な弾薬量の前に苦戦した。しかしながら、本法が本格的に動員された、太平洋戦争初戦における一連の南方作戦では、軍直轄砲兵たる、第一砲兵隊霊下の独立重砲兵、第二大隊及び第三大隊の十六門が、香港の戦い、独立重砲兵、 第2大隊の8門がシンガポールの戦いにてイギリス軍と独立重砲兵第9大隊の8門がフィリピンの戦いにおける第2次バターン半島攻略戦。これヒドール島砲撃戦ではアメリカ極東陸軍と戦火を交えその長射程大火力を発揮し活躍している。中でもシンガポール戦においてイギリス陸軍の極東軍司令官。 アーサー・パーシバル陸軍中将が降伏を決意したのは、艦艇付近に落下した、本砲の弾丸の威力に怯えた夫人に強要されたためであった。初戦以降も、連合軍に対する日本軍の貴重な大火力として、各方面に投入されたが、次第に戦況の悪化により、工場線向きで、機動性が低いオモカノンの運用自体は難しくなっていった。しかし、 1945年の沖縄戦において、本砲八門を要する第32軍第5砲兵、司令ブレーカの独立重砲兵第100大隊は、洞窟を利用し陣地を構築した上で、そこに砲を引得、カノンの弾道の低身性や長射程を活かした、進出規模の不規則砲撃を行い、また首里から、アメリカ軍制圧下の陰な飛行場に対しても、 砲撃を行うなど玉砕に至るまで2ヶ月にわたり活躍した。なお、同戦いでは同じく第32軍砲兵である野戦銃砲兵第1連隊と第23連隊が運用する96式15センチメートル榴弾砲も活躍しており、特に6月19日には第1連隊第2大隊の砲撃により沖縄方面アメリカ陸軍最高指揮官である。 サイモン B ・バックナージュニア中将を戦死させる大戦果を残している。沖縄戦において、洞窟陣地に隠徳し使用された独立重砲兵、第100隊の89式15センチメートルカノン。現在は靖国神社優秀館に展示されている89式15センチメートルカノンの現存法として、上実の独立重砲兵第100隊で運用され、 沖縄戦に投入されていた第137号砲が野戦重砲兵第一連隊の96式15センチメートル榴弾砲と共にレストアを経て極めて良好な状態で安国神社の優秀館一階玄関ホールで展示されている本展示砲は洞窟陣地に埋もれていた状態で沖縄戦後に海兵隊に発見されアメリカ合衆国による沖縄当治事は 同軍の博物館にて展示され、沖縄本土復帰後は、陸上自衛隊那覇駐屯地に、遺憾、1993年に、靖国神社に奉納されたものである。また、沖縄県の大里の村環境改善センターにも、同大百大隊の本法が原型をとどめている、比較的良好な状態で、付属の法画者、ジャッキ及び94式3 7ト、mm、ル法の残骸とともに、 敷地内に展示されている。本展示法は2003年に、同地に鉄地中より発掘されたものである。平成28年3月、南城市、玉木糸数の糸数阿ブチラガ近くの南部、観光総合案内センター前広場に移設。なお、このほかラバウルなど外地にも現存している。閉鎖器は、弾型弾かくら式であり、これは、ネジ状に溝を切った汚染を褒美と合わせ、 ねじ込むように閉鎖する形式のものである。閉鎖器は、褒尾の閉鎖器室と9分の1円周の旋回により、2試合わされる。動作は、閉鎖器に取り付けられた交換音を右後方へ開くと、連結肘と連動して、板を動かし、芝柄体を回転させて、方針との結合を解除する。さらに、交換音を開くことで鎖扉が同様に、右後方に開く。 開き切るとラ体イは中古によって静止される。本砲はレバーの位置挙動で閉鎖器を開閉可能だった。この閉鎖器に撃発装置と安全装置がついている。撃発は激進式である。中退器は揺らか内部の左側にあり、水圧式である。中退用液にはグリセリンと蒸留水、火星ソーダの混合物16.5リットルを使用する。射撃時。 方針と連結されたロットが中体機内部の液体に反動の圧力を加え、ローと呼ばれる小さな穴から液を出すことによって反動を長時間受け止める。股、ま、崎は揺らか内部の右側にあり水気圧式である。圧縮機体によって方針を押し戻しまた座する。気圧は1 1 0ラム、平方センチメートル。また、圧縮機体に発砲時の反作用の力を 伝達するため9.5リットルの液を用いた。この液が圧縮機体をさらに押し縮め、た座の力に変換する。中体副座きは方針と連結されており、方の反動を受け止めまたまた座させた。中体副座きと連接して、朗光変換器を備える。朗光変換器は、ゆらかと方がに連動されており、行角20度以上から40度まで角度に応じて、 自動的に中退副座器内部の老高面積を増減させた。これは中退機に対しては老高面積を減らして後座長を減らし、また座器に対しては老高面積を増やしてまた座運動を強化した。20度から5度までの後座長は1.35メートルから1.5メートル。40度では後座長は0.8メートルから0.95メートルに短縮された。 交代また座は約2秒かかった。左右角20度に方向照準可能である。三沢方ハンドルは方が左側に位置した。皇帝はプラス43からマイナス5度に不要可能であり、皇低照準用ハンドルは方が右側に位置した。この方がの車角に連動して距離板が作動し射程を表示した。他空気式の平行機を2等備えた。 空気溶石左右5.2リットルで5 5ラム、平方センチメートルの圧力がかかっている。これによって砲の重心の釣り合いを取った。砲が水平の時には圧縮されて高い反発力で押し上げ、砲が上向いて重心が後方へ行くに従い、シリンダーが伸びて空気反発力も低下する。四段冷下の野方平連隊や山方平連隊するは四段方平と称す。 10cm カノンや 15cm 銃弾砲などは、主に野戦銃砲兵が運用した、日本陸軍の下砲要塞砲、P330。ありがとうございます。